オリックスのプロテクト漏れめちゃくちゃ豪華。オリックスは22日、広島から国内 FA 権を行使していた西川龍馬外野手の獲得を発表した。西川は9球団である広島の年俸上位10位以内に入っていると推測されるため、広島はオリックスに対し金銭のみの保証9年俸の 60% もしくは人的保証及び金銭保証9年俸の 40% を要求することができる。これが宝の山か。こんな中からもらってええんか。広岡がまた移籍するという風潮、普通に広岡になりそうで草。ホームラン王がいるやん。ホームラン王が人的保障で取れるってマジなのですか。蝶の取ったし T あるやろ。北か日高が外れるんやったら絶対そのどっちかやろ。北外しはありえんだろ。一番ダメージがでかいのは日高やろな。伸びしろありそうやし、1年目の選手プロテクト戦の勝手叩かれるし。